Hello. This is Candy at OAH. Go ahead, ヒデさん。マジか。ありがとうございます。今日はキャンディーとをお迎えしてサザンさんとやっていきましょうか。キャンディー、はじめまして。はじめまして。サザンさん、自己紹介いいですか。どうも、サザンです。それだけ。以上。以上です。以上です。はい、じゃあ今日は、キャンディーどっかウィスコンシン州、そうですね、はい、アメリカのウィスコンシン州、ウィスコンシン州、はい、どこ、どの辺シカゴの、うん、北、もっと北、北の方、ウィスコンシン州の州都が、はい、ミルウォーキー、州都がマディソンの方、マディソンの、うん、マディソン、一番大きい町はミルウォーキー。そこで年末年始はどうでしたか。いやー、どうでしたのか。どうでしたか。楽しかった。初詣行きましたか。行きました。ジャパニーズ初詣行きました。毎年行ってます。どこ行ったんですか。今年は今年は特別に4軒はしご、はしごしてだいたい日本は1個そうですけど、行くと神様喧嘩するとか言うよね。そうそうそう、何か所も行くと、そうですけど、特別に彼氏がめぐりしようかっていうか。どこ行った、どこ行った、まずどこ行った。まずは、八坂。八坂、京都ね。はい。で、平安神宮。はい。あとは、もう二つ名前。大阪でしょ。大阪の、商店街の中の。うん。梅田、お初天神。お初天神。どう？どう？最後。最後は。名前忘れた。あ、そうだよ。一番最初に行った場所だけど。一番最初に行ったんだね。うん、一番最初に行ったんだけど、名前全然覚えてます。大阪でしょ。大阪天満宮でしょ。そうですね。よかった。スッとした。大阪天満宮ね。なかなかね、関西のメジャーどころ行ってるね。ほんまやね。おみくじも引いた。引かない。おみくじ引いただけ。行くだけ。で、お参りは？お参りする。あれ、場所によって違うでしょ。そうですね、周りのこう、うん、仕方がね、そうそうそう、神社と寺と、寺とね、そうそう、全然違うね。でもなんか関西は普通に24時間電車動いてるじゃないですか、うんうんうん、大晦日は。東京は動いてないみたいだよね、普通にね。いや、そう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 、今年ちょっとゲストが、ね、東京から来てて、で、いや、あれ電車ずっと24時間やってるからいつでも行けるよみたいな話をしたら、ってめっちゃ驚いてたもん。東京は普通で、ね、平日多いし、もったいないね。みんな行きたいでしょ。動きゃいい。それで見たら、動いてるから助かる。普通に京阪乗って帰ってる。そうそう、普通に帰れますからね。そうそうそう。なるほど。まあ、キャンディーはあれでしょ。そういうお祭りとかが好きでしょ。大好きです。日本の。そう、日本の一番好きなことは。一番好きなの、生ハゲです。生ハゲだ。生ハゲが好きな外国人に怒るね。大好き、大好き、大好き。連れて帰りたい、連れて帰りたい。あんなの見たことないけど、あんなの連れて帰るの無理でしょ。連れて帰れたらいいね。うん、ね、前まで帰りたい。寝られないと思うんですよ、隣だから。あんたと青はどっちが好き。まあ両方、両方好き、両方好き。赤鬼と青鬼なの。基本設定はそうですね。ね、二人ついでおってね、で、包丁持って、包丁持って、子供泣かしまって。そうそうそう。悪い友達も泣かました。面白い、生ハゲね。生ハゲいいですね。見たことないな、知らんな。見たことない、テレビとかでしか見たことないな。でもみんな間違えてるのは、生ハゲで鬼って言ってるけど、本当に神様。そうなの？角生えてるよ。角生えてるけど、見た目も鬼だけど、でも本当は神様。何の神様？生ハゲ様。生ハゲ様。それはそうなんや。ちょっとあれやな。生ハゲは何を食べる？食べない。生ハゲご飯食べる？食べる？何だろう？分からん。人間の脳とかもない。悪い子供たちの脳死とか。悪い子供たちの脳死とか分からないけど、おらんかったら分からんけど。お前や。お前や。ええ子ばっかりやったらあかんやんね、それね。生ハゲ。
白いな。神様。うん。ほんまや。来訪人。仮面をつけ、仮面をまとった神の使いらしい。はあ。お使い、神様のお使いで。神様に変わって周りこうなんかちょっと見回ってるとか。そうですね。なんかもっと教えてよ、生ハゲのこと。生ハゲのこと？アメリカ人に教わる。生ハゲ。生ハゲ。生ハゲはいつ来るの？2月。2月祭りは2月の第2週間かな。いつもいるんじゃない？中旬ぐらい。いやもうちょっと。いつも普通に。年中。いや普通にいるような気がするけどね。うん。あ、なんか書いてある。まあ夏が寒いから。小川半島が本物なの？本物の生ハゲに会いに行くとか。え、本物とそうじゃないの？書いてある。え、本場と本場じゃない？観光用が似てるってこと。実はいいやつ、生ハゲ。いいやつだよ。実はいいやつとかって言ったらちょっとなかなかあれじゃない、ダメなんじゃない。ね、だ小川半島にいるのが本物の生ハゲ。そうですね。ね。で祭り。小川半島だよ。そう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 出てるとこね。はい。そう。こわもてな見た目やけど、うん、実はとってもいいやつという。これあのちょっとネットの悪いところね。そういうこと言ったらダメ。生ハゲは悪いやつやな。本当はいいやつだ。その情報はね、ちょっと生ハゲの、なんかね、業務妨害してます。やっぱり恐ろしい生ハゲぐらいでいないと。え、キャンディは何回やったことある生ハゲ。うん、何回ぐらいかな。5回。まあまあ5年もいってまあまあすごいな。大好き大好き。初めて見た時はどうやったの。びっくりした。どれぐらい止まれた。止まった止まず。そうそうそう。留学生の時は外国人の先生たちの通訳のバイトをやってるの間に、うん、で日本語の先生と集まってミーティングして、うん、で今度のイベントはこれですって説明もらったんだけど、生ハゲ、そう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 、で私ちゃんと理解するのためにいっぱい教えてくれたんだけど、でその話を聞きながら、あはい分かりました分かりましたと思ったんだけど、自分の部屋に書いてて、あれちょっと待ってどういうことですか。分からなかったから。でかいお面かぶって、わらがいっぱい食べてる。そうでもまあとりあえずその次の週祭りまでにそれをあげて、目の前に生ハゲ出た時は私止まってた。びっくりして。そうで先生たちがキャンディー説明はって聞いたら、 Hurry up please explain what's happening。 指だけ刺して説明できない。日本語で見てどう説明してたスペックに説明せえ。まあまあまあ右の方がお茶の方が神を使いで兄方でいるんで兄方は青ですみたいな。分かるやんみたいな。面白いね。いや生ハゲまさかね、ウィスコンシン州アメリカ人からこの生ハゲのことを教えてもらった、ね、アメリカから来た女の子に生ハゲの話を聞かされると。で、秋田県行ったことない。行ったことない。僕もないしね、初めてで。で、この前に並んでるのは何なんですか、これ。ちょっと説明してください。これね、コカ・コーラさんから発売されてる、はい、コカ・コーラビーチ。はい。なんか去年も出てましたよね。出てましたね。これあくまでもスポンサーでも何でもないんで、よかったらコカ・コーラさん1万本ぐらい送ってください。あ、ぜひコカ・コーラさん。一番棒お願いします。でなんとこれ恋愛成就って書いてました。恋愛成就飲むと恋が叶う。ピーチ味。ピーチ味。うわ本当にピーチ。
本当に美人だからちょっと飲んでみようよ、ね、飲んだことないのよ、話には聞いてないけど、ね、飲んでみましょう。あの飲むコップがね、まさかのこういうのこれ、これ花の絵が描いてるんですね。はい、ピッキーはノース、うん、飲む人はひげ生えてるしひげボーボーやし。え、これはどうしたんですか。これはね、あの今売ってます、うちでまさかの お安くなってます。ああ、そうなんですか。お安くなってます。まさかの、どこに行ったら、あの、ビオデンの3年のクラワンガで、ね、絶賛発売中ですね。これ、おいくらなんですか。ですね、今500円です。500円で24個入りで500円。安い。で、これとね、あの、動物のシリーズの2つあるんですよ。動物の花、動物の花、ああ、トップの口バシになってたりとか、犬の、あの、口のところになってたりとか、そのパターンと2つ。じゃあ今年もよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。じゃあ皆さん、花の方も飲んでみよう。うん、めっちゃ桃の味。何やろうな。カルピス。何やろカルピス。ほんまに桃の味するね。ちょっと匂いもほんのり桃やし。いや全然桃。何やろう、コーラじゃないねこれ。でも匂いはコーラですよ。うん、いや、ほんとこう、桃と言いながら、こんな飲んでるみたいな、ほんまやね感じかが。うん、こんな大きい桃や。いや、僕は好き、味は好き。これでもコーラじゃなくて桃やね。ファンタでよくないファンタグレープとかファンタオレンジと同じ系統。ファンタピーチコーラ味みたいなそんなこと言ったら、すみません、ココーラさん、冗談です。今、本当、今、すみません、すみません、発言が過ぎました。コーラ、ピーチ、ピーチ。これでも、日本だけなんでしょ、アメリカ。そうですね。ね、嘘、本当に日本ウィスコンシン以外で売ってるんじゃない。いやいや、ニューヨークとかロサンゼルスで売ってるけど、ウィスコンシンにはまだない。田舎だから。これフレーバーコーラは日本だけ、結構どうだろう。日本人はこういう、こうやってることが好きでしょ。ね、季節が変わってるから食べられるものとか食べられないものがきちんと決めてるから、多分日本だけです。これは日本だ。日本だ。アメリカはね、ダイエットとかコークゼロとかライトとか、そう、その、めっちゃレベルでこだわるっていう。本当に思うけど、コークゼロとかダイエットコークだったら違うもん飲めないんやと思うよ。なんでわざわざ砂糖中心の飲み物ダイエットとかね、思うよ、本当に。私もそうと思います。ね、ダイエットすると思ったらみんな飲んでください。水飲んでください。いや、コショコーラさんは悪ない。悪ない、全然悪ない。ココロさんは消費者の気持ちに答えようとしてない。ココロさんは悪ないけど、消費者としてどうなのかな。でもまあこれはあの僕好きですよ、ピーチ。美味しいね、ココロ。美味しいですね。ほんでまたこのノース、コップで、カップ、このカップは一番。でもこれ正面から見たら全然分かれへんね、うん、これ横から、横からこう全員横向きに飲まないと何のこっちゃ分かる。ね、何のこっちゃやね。面白いですね、こんなん売ってますね。でもパーティーの時こういうカップでちょうどいいでしょ。ね、盛り上がる。間違いないの。そうそう、自分の花が、ね、盛り上がる。俺の花どこ行ったら私の花が、何の花は私の花がない。花がある。ピアスついてますよって感じで。お前、火当てないかっていうね。いや、面白い。面白いけど、そろそろ終わりましょうか。はい。ココーラさん、本当ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。1万本待ってます。コカ・コーラピーチ味。はい。絶賛発売中です。1万本。ね、綾瀬はるかさんが知りたいのコミックですけど。はい。じゃあ、キャンディー、締めて。Thank you for listening. Hope you continue. なんて言うの？ You can, I hope.You continue. You continue ね。続けてみてねっていうことですね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ではでは。バイバイ。ビオルネンの CM 調べてよかったですか。あ、もう今日はいいです。いいですね。これ、あのクラワンダで3500円で売ってます。はい、平方ビオルネン、お願いします。お願いします。はい、ありがとうございます。